東急不動産株式会社は、東京都渋谷区道玄坂に本社を置く日本の総合不動産会社。東急グループの一社。総合不動産では、旧財閥の流れを組む三井不動産、三菱地所、住友不動産に次ぐ業界4位東急グループの本拠地でもある渋谷のほか、都内に約100棟のオフィスビルを所有している。電鉄系不動産会社、なお、 東急グループにおいて不動産ディベロッパー機能を持つ東急は、子会社の東急電鉄沿線での開発が中心であり、都心開発が中心の東急不動産とは住み分けがなされている。2008年より3年間で総額5000億円を投じ、都心部において積極的なオフィスビル、商業施設開発を行うとしており、これほどの規模の事業投資は、同社としては初。 不動産価格の高騰が落ち着き、投資に有利な環境となったことで、積極的に展開していくとしている。2013年、持ち株会社体制に移行し、東急不動産ホールディングスを設立。同社の完全子会社となった。2006年9月27日に、東部百貨店から渋谷区神宮前の T ーズ原宿の土地を建て替え費用も含め、 約600億円で、同年12月5日には、高島屋タイムズスクエアの土地と建物の6割を1210億円で、2007年9月19日には、東芝不動産からすきやしの銀座東芝ビルの土地と、建物を1610億円で取得。その後、同ビルが築70年以上経過し、老朽化が進んでいたことから、2012年9月に解体工事に着手。跡地に、 地上11階、地下5階の商業施設でインバウンド消費を狙った東急プラザ銀座を2016年3月に開業している。この施設は同社最大級となる商業施設で大型免税店など120店が入居している。また2007年12月には東急との二子玉川再開発が着工された。当該再開発における 計画面積は11.2ヘクタールで、組合志向としては全国最大規模。第一期計画として、玉川沿いの駅ビルを軸とした、アイガイク、超高層の商業棟とホテルを軸とした、通ガイク、超高層マンションを軸としたスリーガイクが計画され、2010年までに通ガイクを除き完成し、2015年に二子玉川ライズを含めて完成した。 また関西でも大型複合商業施設キューズモールを開業し2017年冬には大阪市新斎橋で新商業施設を立ち上げる計画など不動産開発を強化している渋谷駅周辺の大規模再開発事業で東急などと駅外開発計画を進めている聖路家タワーザ東京タワーズ東急ハンズ東急ハーベストクラブは別荘を持つ喜びと ホテルで過ごす快適さのコンセプトのもと、1988年に開業した縦品を皮切りに、軽井沢や箱根、有馬など全国24カ所の主要リゾートエリアに展開し、首都圏、近畿圏の消費者をターゲットにした、会員性リゾートサービスを提供している。2008年4月には、従来よりもハイグレードな仕様の東急ハーベストクラブベアラ、箱根ヒ水を、 2010年3月には、東急ハーベストクラブアリマ6アヤ、ベヤラアネックスアリマ6アヤをそれぞれオープンしている。東急ハーベストクラブを中心に、ニセコマウンテンリゾートグランヒラフ、ハンターマウンテンシオバラをはじめとしたスキー場、計20施設に及ぶゴルフ場などを展開。専門会社として、受託販売会社の東急リゾートや、運営会社の東急リゾーツステイを、 設立している。ありがとうございます。